今回はとある F オリジナルストーリー第4章を見た人の反応を紹介します。オリジナルストーリーをまだ見たことない人は動画後半を参考にしてください。とある F、オリスト4章感想すれ。見終わったと思うので、大体アレイスターのせい、そして、特に何もできていない13ですよ。多分こういう対比だよな。アリスが不気味な復活したタイミングで蘇られると面倒くさいって話が出てくるという、創作人物と自己を定義する超絶者と死んだ誰かだと自己を定義するリターン。サンジェルマン、やっぱりフレンダがあんな形で死んだのは上条と馬がいなかったのが悪い。バードウェイ、やっぱりそういう意味でもお兄ちゃん大好きなのか。かまちいシナリオだから、公式だもんな。しかし科学技術がイカれた街だな。リターン組もシティマカーブルも原作に出れる終わり方だったな。ワシリーサ、コロンゾンに気づきかけてたっていうのが意外だった。ところでレディリーさんは結局どうなったんですか？やっぱり魔人のおもちゃ駅なんですか？上条さんがいる以上破滅的な結末はないとは思ってたけど、まさか縮小するとは。でも木原がなぁ、蘇ってたりするのがなぁ、怖いんだよなぁ。アレイスター、メイドに童貞もらってもらったのか。オリキャラ二人、今後のイベントシナリオにもたまに出てきたりしてほしいけど、シティマカーブルはともかく13ですわ学園都市にもいられないし、イギリス正教とも敵対してるしで厳しいな。でも続編は来そうな感じのオチだと思う。特にデスさんは何一つ幻想を殺されてないし、キャラスト見ると、13ですとシティマカーブルって、対比する位置に置かれるキャラだと感じた。カグンさんやっぱ化け物だわ。上条さん、このエピソードでは肝心な戦闘では勝ててないんだよな。その分リターンが映える構成になってる。小説で読みたいな。13です。結構巻き込まれてる側だな。シティマカーブル、素の戦闘能力はどれくらいなんだろう。トールが、通常の設備で魔術師をいつまでも拘束しとけるわけねえだろ。みたいなこと言ってた割に、普通にイギリス正教に引き渡されるまで、おとなしくしてたっぽい13です。天敵のリターンが徘徊している時に行動するの避けたんじゃね？騒動が収まったことを確認して行動再開したんじゃ。力に溺れ、自分を見つめれなかった結果、天敵に駆られるっていうのは原作最新刊の某キャラと重なる。上条さんの代わりにアクセラレータがリターンを殺そうとしてた場面があったが、リターンのシスターズを殺すことはできるのか。今まででもすでにあったかもしれないけど、オティヌスがインデックスの肩に乗る立ち絵も好き。微生物並みに縮小した後のリターンたちの食事？動力源？はどうなるの？ふむふむふむ。今回は勘が外れるな、畜生。あちこち歩いた上に空振りかよ。祭りは向こうで始まってるじゃねえか。バリケードの厚さは、素材はただの特殊鋼じゃねえな。なんで複合装甲なんて民間に転がってんだ、この町は。待て。何をするつもりだ？何って。私だって分かっている。ここは能力者の町だ。こんなバリケード、物理的には意味がないことくらい。だけど、無意味なことでも心の安定には役立つ。どこか一箇所に穴ができれば、群衆は一気に恐慌状態に陥るぞ。生きている側も、死んでいる側もな。だって、シティマカーブルだっけか？どうやら騒ぎの中心は、バリケードの向こう側みたいじゃねえか。だったら向こうに行くしかねえ。サーティーンデスの時はあれだけ期待して食いそびれたんだぜ。さすがに2回連続は耐えられねえよ。そんなわけだ。学園都市まで案内ご苦労さん。ここから先は俺が勝手にやるから付き合う義理はねえぞ。ふん。何の真似かな、お嬢ちゃん。今さらよせよ。一定以上の実力があれば、老若男女容赦なしだろ、貴様の場合。つまり、シティマカーブルかどうかは関係ない。こうして私が立ち塞がれば、お前の欲は満たされるわけだ。
長いし、サムネでまとめてくれね。その心は？お前が向こうに介入すれば、何かしらの決着はつくかもしれん。ただしそれは、血みどろの何かだ。そいつは一般的に、余計なお世話って言うんだよ。ここまで来たんだ。素直にあの男に任せておけ。なるほど。愛しいお兄ちゃん関係か。わけもなくぶっ殺したくなる理由をわざわざ追加してくるんじゃない、戦闘バカ。いやぁ、こっちとしてもありがたいんだよ。だってほら、恋愛が絡むと女の子って無敵モードになるんだろ。魔法名を名乗って殺すけど未練はないな。ちくしょう、おかしいぞ。俺が負けるにしてもここじゃねえだろうが。これでも一応明け色の日差しを束ねるボスだぞ。私だって恋するパワーを見せてもらいました。って肋骨とか普通に折れちゃうレベルなのね。丁寧にとどめを刺してほしいのか。でもこれって優しさか。あの状況放っておけば見たくもないもの見せられるのは変わんねえと思うぜ。だとしてもそれはここまでの積み重ねを経て自分の選択で受け入れるべきだ。デウス・エクス・マキナのご登場で強引に決着なんて展開誰も望んじゃいないんだよ。クソが。クソ、止まらない。中身は純粋な機械なんだっけか。それじゃ腹を殴っても襟で首を絞めても動きを止められるかどうか。麻酔銃やゴム弾も通じないだろうし、最悪切手より小さなチップ一つが無事なら永遠戦いますって話かもしれないぞ。出て大釜、そして自在に飛翔なさい。な、巨大な刃物、ホバリングするのかよ。いくつ隠し玉があるんだこいつ。私は正しいことをした。誰だって死が怖い。自分が死ぬよりも大切な人に死なれる方がずっと怖いんだよ。だから私は現実に死を消し去った。この世界からいらないものを取り除いた。泣き叫ぶ人たちを見ていられなかったから。私なら身近な人の死に押しつぶされるみんなを助けられるから。私なら解決できる。それだけだった、それだけだったのに、なんでこんな話になっているのよ。それは多分死ぬ。確かに死ぬのは怖い。身近な人に死なれるのはもっと恐ろしい。でもそういう人たちだってこんなのが見たかったわけじゃないんだ。混乱の中でいがみ合って思い出を汚されたい人なんてどこにもいないんだよ。知らない。だってどんな形であっても物理的に実現できるんだよ。救える方法が手の中にあって、苦しんでいる人がすぐそこにいて、そんな定義もできない感情論が確実に人を救える力を使わない理由になんかなるか。出撃ですって。混乱してんのはこっちも同じだっつの。結局外から見ているだけじゃ魔術か科学か判断できないっていうのに、ロンドンの方々は突撃一色みたいで。やっぱり魔術が関わっていたんですか。あるいは魔術が関わっていないと証明されちまうと困る何かがあるか。そんな
曖昧な状態で学園都市の外壁を越えることなんかできません。というかそもそも魔術と科学の全面戦争を起こしてはならない。そのために私たちはここに来たんでしょ。なら具体的にどうするのよな、タテミオさん。プリエステスがここにいない以上、現場の責任者はこの俺だ。お前さんがなんて言おうが、舞台を動かす権限はこっちにある。言葉じゃ流れは変えられんのよ。つまり俺がここで倒されちまえば、舞台を動かす権限を持つ人間はいなくなるって寸法なのよな。それってつまり、だって。おいおい、ありがたがるなよ。俺はボコられた被害者枠に収まれるが、そっちは命令違反して叩いた加害者枠になるのよな。それでもやれるか。いつは我ら天草式の恩人が暮らす町、彼が命を懸けて守ろうとしているもの、学園都市のために。やります。よし、いい返事なのよな、いつは。それじゃあ。そういうことなら手は抜けません。完膚なきまでボッコボコにして差し上げますからね。え、あの、借り作ったままじゃ気持ち悪いし、仕方ねえ、私もやってやるか。おい色男、こっちはここまで体張ってんだから絶対に解決しろなのよな。私は救うわ。誰に何と言われようとも、世界をいびつにしてしまったところで、あらゆる死を退ける。私はそんな温かい死神として完成する。大切な人の死に押しつぶされていく人たちを救える誰かになってみせるんだよ。待て、シティマカ。くそ、相手が純粋な機械だとイマジンブレーカーが使い物にならない。本人はもちろん、あちこちから空飛ぶ大釜が飛んでくるし、これじゃあいつを止められない。さて、それじゃあそろそろ私の出番か。焚きつけた張本人でもあるわけだしな。お前だっていいのか。シティマカーブルはリターンとかいうお前を作った張本人だって言うのに。だったらなんだ。その体、普通の医者には見せられねえだろ。シティマカーブルがいなくなったら誰が調整するんだ。生き物も道具も変わらねえ。今は良くても必ずいつかガタが来るはずなんだ。そんなものがどうした。目の前で間違っていく子供を黙って見ていられるか。チュン、私だって結局死にたくはないけどさ、それでも可愛い妹の暮らす町をこれ以上しっちゃかめっちゃかにされるのはうんざりってわけよ。右に同じ。この正体が何だろうが、守ろうと思ったものまで否定されるつもりはないぞ。遠慮はいりません。そして安心していいですよ、とミサカは胸を張ります。あなたのやっていることは絶対に正しい。実際に死を退けた側が言っているのですから間違いありません。ミサカたちはシティマカーブル以上に現状を把握しています。ミサカは命を示唆に誰かの敵になることを拒否します。お前たち、わかったよ。シティマカーブルはここで止める。だからお前たちみんなの力を貸せ。押してる。当たり前です。あなたの右手にエテフエテがあるように、ミサカたちにも得意な敵はありますから。はっ、どれだけ異形のテクノロジーを使っていても結局機械でしょ。第2位とか第4位とかの化け物連中じゃない。
純粋な素材の硬さなんて私の爆弾なら関係ないわけよ。つうか結局レベルゼロ大活躍すぎじゃない。私はこれしかできない。だから持てる力を全部使って人の不幸を消去しようとした。唯一できるこれがダメだと言われたら私には何が残るっていうの。だから間違っていない。誰にもそんなことは言わせない。私にしかできないことがあるんだよ。摂理に反していても起きてはならないことを起こしてしまうとしても、それでももう一度人と人とを結びつける力がここには備わっているの。誰が何と言おうが死んでいる人が蘇るのは絶対にいいことなのよ。バカ野郎、何も間違っていなければそれだけで全部正しいことになるだなんて思うなよ、シティマカーブル。完璧な世界なら知ってるよ。魔人オディヌスが作った世界じゃみんな笑っていて、俺なんかじゃ太刀打ちできなかったよ。でも違うんだ、大事なのは命の有無だけじゃない。踏みにじっちゃいけないものは他にもあるんだ。そんなことない。大事なのは命の有無だけじゃないって言ったぞ。お前の正体が何だろうが、その心臓がたとえ何でできていたって、俺は絶対にお前のことを諦めたりなんかしない。お前が本当の本当にこれしかできないなんて言うなら、まずはその幻想をぶち殺す。私はみんなの悲しみを取り除きたかった。できるよ、きっと。リターンなんかじゃない。死んだ人を蘇らせなくたってそれはきっとできるはずなんだ。ダンスマカーブル、身分や職業を問わず死はあらゆる人の手を取り、故に誰も無関係ではいられないか。結局あなたが作ったものだった。アレイスター・クローリーは命の研究にも熱心だったものね。猫には9つの命があるとかいう迷信を確かめるために本当に殺して調べたり。不満そうだな。あなたには命に対する敬意がないのよ。だってこれシティマカーブルを倒せばおしまいって話じゃないでしょ。むしろ本番はここからだわ。あなたこれだけの騒動にどう始末をつけるつもり？ま、ここからできることなんて限られているでしょうけど、正直言ってイラつくわ、あなた。ずいぶん聖女ぶるじゃないか。かつては私欲のために宇宙から地球全人類を死に追いやろうとした君が。永遠に死ねない側としてはね、死は尊いものなのよ。こういう風に覚悟もなく愚弄されるのは好みじゃないわ。それから冷静に計算して勝てるかどうかなんて話は誰もしていないのよ。その捨て鉢を見て私が君と同じ舞台に立ってやるとでも。みんな、防衛インフラをフェーズ3で起動、ねじ伏せて箱に詰めろ。ん？ぷい。なぜ無言で向こうにつく？そして防衛インフラが全部こっちに向く。ミナ、君はどっちの味方なんだ？機械にまで蔑まれるとか、哀れだわ。私が作った製品は、科学も魔術も宇宙でも最後まで忠実だったのに。いいだろう。だがミナ、君がやったのはただ、レディリーを余計に追い詰めただけだぞ。家のメイドに初体験を済ませていただいたリアルお坊ちゃんが渋い声でふざけたことを。ねえ、今なんで挟んだの、そのエピソード。ここには数値的に勝てるか否かなど誰も論じていない。
という前提があるはずです。それを加味した上で私はこちら側に立つと言っているのです。ブライスロードの覇者よ。これから起きることを考えればせめてその顔に一発。今はまだここまでたどり着けない少年の代わりにお見舞いするくらいの希望があっても良いでしょう。こういう動きになりけるか。まあ天草式に学園都市攻撃なんて非常な決断はできぬと思うけど、でも汚れ仕事に手慣れし新たなる光の方はどうかしら。おっと、ノコギリね。どういうつもりかしら、ロシア正教。そもそも無許可でロンドンに潜伏したること自体問題につきというのに。回答ですが、学園都市への強引な侵攻結局起きなかったようですね。補足説明しますと、トップのあなたより現場の方がはるかに理性的だった。質問ですが、でも現場の勇気がなかったら今頃何が起きていたのでしょう。回答ですが、あなたはそれを目論む側だった。個人的にも競技的にもそれは私の信念に反します。それが遺言で良きに付き替え、無礼者。どうしたるの正義。身勝手を極めし人の力とはそんなものか。あらあら、サーシャちゃん、そんなに先走っちゃって国際問題でも起こしたいのかしら。変に義理がたいんだから。デンマークでオティヌスともども一般人の彼を追い回したこと地味に気にしているの。あなたが懲罰したればお咎めなしにできたるとでも。ああ、愛しのサーシャちゃんを合法的に暗い地下室に連れて行って思う存分お仕置きモードだなんて、それってよだれが止まらないほど魅力的な提案だけど、その前に一つだけ。何か。年齢不詳の美人さん、あなたに言われる筋合いはなきにつきと思うけどね。絵本のヒロインさん、私たちは少しずつだけど気づきつつあるわよ。何の話なりけるかしら。いえいえ、もちろん当方の勘違いであればと願っているわ。ちょっとお互いにお菓子を持って謝れば済む話だし、どうかどうかあんまり人間から外れた言動は控えてくださいな。不死に片足突っ込んだくらいならまだ許容の範囲ではあるけれど、私たちロシア正教は人間とは呼べない存在が起こす暴虐に対しては一切の容赦をしない宗派なので。それで釘を刺したるつもり。愚かしい疑惑だなんてあってなきようなものなりしなのに、それを確信に変えたるのが本当に難しきという話よ。終わった。シティマカーブルは止まった。これでひとまず問題は全部解決なのか。そうだな。じゃああとは私たちのケリをつけてくれれば全部解決だ。あっ、いっつ。そうだ、それでいい。きちんと構えろ。全力でことに当たれ。君が今まで見てきた通り私たちは強いぞ。なんで、なんでここまで来た俺たちが戦わなくちゃならないんだ。私たちはリターン、死人だ。ここにいるだけで社会を歪めてしまう。
現に学園都市は二つに分かれたままだろう。死ぬことはない。新しく生まれた命なら要はクローン人間とかと一緒だろ。意味合いが違うよ。人工的な双子に近いクローンとは違い、私たちはオリジナルの立場を乗っ取る形で存在する。死人に口なしだが、混乱するのは本人よりもむしろ周りの人たちだろう。でも裏側にある仕組みを語っている私自身、自分を木原家軍として認識しているんだ。誰に強いられたわけでもなく、同じ服や装備を揃えたがるのもそう。別人であることを押し付けられればおそらく拒否反応が出る。そういう新しい枠には収まれない。これが似ても似つかない怪物なら問題ないが、外から見分けがつかないくらいに精巧だ。しかも記憶も意識もきちんとある。別の誰かとして生きろと言われれば、どれだけ努力をしても馴染めず、最後は抵抗する側に転がるだろう。その上、個々人が無秩序に暴れるだけの化け物じゃない。集団を作り、持てる力を全て注ぐ格好でだ。これは善悪じゃないんだ。遺産の相続や権力の椅子、人が死んで確定した事実が一斉に揺らぐ。いや、そういう怯えが蔓延するだけで、学園都市の外の世界にまでパニックは広がる。多くの人が死ぬぞ。嫌だ。そんな感情で選択できるほど今は甘い状況じゃない。そもそもリターンは無から有を作る。今はシティマカーブルとやらに制御されているが、じきに首輝は断ち切られるだろう。さっきはああ言ったが、いつか人の外見をなくし、自発的に数を増やしていくようになる。そうなれば騒ぎの種類が変わるぞ。だから、つまりそれはきちんと生きているってことじゃないのか。考える死人だよ。学園都市を二分する戦いになれば、この街は滅び、外に広がる世界は恐怖で染まる。サンゴ礁のサンゴは小さな動物という話は知っているかな。死骸が集まって時には島を作るということは、勝手に増えて積み重なったリターンの残骸は世界地図さえ上書きするかもしれないんだぞ。君はもう分かっていると思う。誰かが幻想を殺さなくては、学園都市は、この世界は元に戻らないんだ。じゃない、お前たちは幻想なんかじゃない。絶対に違う。来い、君の手でこの騒動を終わらせてくれ。キャラ、カグン。なんだよこれ、なんだ。僕たちが怒ったり笑ったりすることくらいわかるだろう。なんでこんなことができるんだ。ひるみに、僕の妹にだけは近づくんじゃない、この人殺しが。僕は絶対にたった一人の家族を守るんだ。納得しているものから始めればいいだろう。お前、頼む。あるいは自分で済ませても構わないが、その場合でも見届けてほしい。殺してもらった方がより確実だが。嫌だよ。だってお前がいなければ、お前たちが最初に助けてくれなかったら、俺はサーティーンデスに勝てずに殺されていたのに。命の大切さが分かっているから助けてくれたんだろう。死んでやり直しちゃダメだって。なのに。酷なことを頼んでいるのは承知の上だ。でもこれ以外に大切な人たちは守れそうにない。つまらねえことやってんじゃねえよ。誰がやってもケリはつくんだろ。
だったらこういう仕事は俺の領分で、俺が殺す。きっちりね。いやだ、やめろ。こんなことしなくたってきっと何か他にも解決方法はあるはずだ。他人なんかじゃない。助けてもらったんだ。実際に誰が何と言おうが命の恩人なんだよ。うるせえね。こいつらは絶対に幻想なんかじゃねえ。だからこそお前の出番なんかどこにもねえんだよ。それでもこいつらを見捨てるかどうかは俺の選択だ。お前なんかに決められてたまるか。行け。しかし行けっつってんだろうが。お前たちにもう時間がなかったとしても、このままだったらひどいことになるとしても、抗え。自分からチャンスを捨てるな。自分でできなきゃ誰かを頼れ。俺だってその一人だ。最後の1秒まではお前たちの時間だ。誰にも横から奪う権利なんかねえんだよ。遠のくぞ。その選択肢は最善と呼ばれる道から。うるせえよ。俺だって何が正解かなんて断言できねえよ。でも間違いなく命の恩人なんだ。答えが出ないから諦めますが通じるほど軽い存在じゃねえだろ。お前たちは。ヒルミ、こっちだ。え？ちょっとお兄ちゃん。いやだ、ふざけるなよ。どんな形であっても何もかも間違っていたとしても、もう一度ヒルミと巡り会えたんだ。お兄ちゃん、見捨ててたまるか。うん、世界の事情なんかどうでもいい。畜生、やらせないぞ。妹は絶対に僕が守るんだ。あ、お兄ちゃん。痛いってば。とにかくここを逃げるんだ。うん、どこでもいいから行方をくらませれば。ああ、くそ、こいつも違う。リターンじゃない。うん、こいつも生きてる人間だ。そのコイン、まさか第3位か。やっぱりレベル5だよ。うん、いつも僕たちの前に立ちふさがる。悪いわね。いいって。いいわけないだろう。自分で胸が苦しいって分かっているじゃないか。うん、なのにどうして。お兄ちゃん、そういうのじゃないんだよ。命は重要だけど、うちらは命の奴隷じゃない。ここで間違えたらまた同じことの繰り返しだよ。そんなわけで、うちもお願い。先に妹のうちが消えないと、お兄ちゃんが動かないっぽいし、うちさえ関わらなければお兄ちゃんは普通にいい人できるみたいだからさ。ええ、いいや。俺は絶対に諦めない。あんた、飲み込めないならそれでいいんだ。自分の感覚を疑う必要なんかない。リターンのみんなを死なせたくない。俺たちのためになんか悪いとは言わせねえぞ。見たか。あんた、自分が何をしているか分かっているの？助ける方法なんかないくせに、もう行き止まりだって理解しているはずなのに。それじゃぬか喜びさせているだけじゃない。分かってんだよ、それくらい。
幻想を殺す力じゃこいつらは助けられない。多分俺にはそういう資格がない。だけどじゃあ諦めて帰りますなんて話にできるわけがねえだろうが。木原家軍は自分から終わらせたよ。俺の拳は勝手に使って、もう絶対に嫌だ。あんなのは畜生。結局何もないのか。君でもダメなのかよ。お兄ちゃん。じゃあもうダメじゃないか。本当に行き止まりじゃないか。いいか畜生、忘れるなよ。僕たちは褒められた人間じゃない。ひどい目に遭うべきだと思う。でも君だけは忘れるなよ。うん、ここに僕たちがこうして存在したことを。俺じゃないぞ。イマジンブレーカーじゃこんなことできない。ミサカ、手を出すなよ。何かが起きてる。皆さん気をつけて。死体が起き上がるウイルスの露出を統括理事会は隠蔽しています。世界の滅亡が近づいておる。このまま死んでたまるか。俺にはまだやりたいことがたくさんあるんで。だったら今からでも。わあ、みーちゃん。ドリー、私から離れないで。へえ、こういうドロドロしたのは私一人で十分だっての。ドリーに何ても見せてんのよ、学園都市。謎のゾンビより怯える普通の人間の方がおっかないってのがリアル学園都市だわ。もうマジで悪夢かよ。トーマ大丈夫かな。こんなの10万3000冊の魔導書でも説明がつかないんだよ。逆に言えば、つまり逆のサイドだけで説明がつけられるという話か。トーマー、どこー。壁がずーっと続いていて向こうに行けないんだ。みーちゃん、どこ行くの。あの腹黒女王のつてで安全地帯に避難できればいいけど、まあ無理っぽいか。当然女王様は自前の護衛で周りを固めているはず。つまり最大派閥の常盤大生となると、この見た目のドリーを常盤大関係に近づけさせるわけにもいかないでしょうし、ダメなら私のやり方で安全は確保する。ドリーは何も心配しなくていいからね。私もみーちゃんに手を貸すもん。ぎゅう、痛い。お鼻をつままないで。あなたが物騒なこと言わなくても済むように私が体を張るっつってんの。お願い、台無しにしないでくれる。みーちゃん。なに、ドリー、異論を聞いてる暇は。そうやなくて、みーちゃんの後ろに誰かいる。そこの貴様ら、どうしてバリケードの近くにいる。もしや向こうから越えてきたのか。生きているか死んでいるかなんて関係ない。全員拘束してしまえばとりあえず安全は保たれるんだ。よせお前らバカ。ああ、もうドリーに汚いもん見せてんじゃねえよ、クソ大人ども。ドリー、怪我はなかった？あのお姉さんは周りの足引っ張って私たちを助けてくれたと思うんだけどな。確かめようのない事実には肯定しない。バリケード周辺にいるだけで危ないのか。さっさと離れるわよ、ドリー。わかった、みーちゃん。どうしたの、ドリー、急に立ち止まって。そう、決めたんだね、私。自分の結末を。でも多分、そういう結末にはならない。
そろそろミサカの番でしょうか、とミサカは時計を見ながら確認を取ります。できれば手早く仕留めてほしいものですが。いや、そんなことを言うために来たんじゃない。しかし、ミサカが消滅しなければミサカネットワーク全体へのエラーが止まりません。早く、ミサカも多くの妹たちを苦しめたくはありません、とミサカは武器を構えます。なぜ本気で殺しに来ないのですか、とミサカは疑問を呈します。だからそうじゃないんだ。これはミサカの輪郭が。大丈夫、さっき別のとこでも見てきた。ひし形とかいう兄弟の形がなくなっていくの。でも実際には溶けてなくなったわけじゃないらしい。ミサカのやつがマイクロ波のスキャンで確かめた。目には見えないだけど確かに存在している。要は自分の体のサイズを変えて微生物みたいになっているんだ。そしてこいつの表面に張り付いた。全員で。これはゲームセンターのコインでしょうか。宙に浮いてる。それミサカのやつも結構ビビってた。なんでそこが気に入ったのかは知らないけど。気に入るですか、とミサカは首をかしげます。みんなそこにいるんだ。顕微鏡で見ないと分かんないようなサイズだけど、生きる世界を変えた。体のサイズを捨てることでリターンはあらゆる人を作れるし、お前たちは放っておくといずれ形態を変えていく。死んだ木から家軍が言ってた。つまり人の形をしていればサイズは変えられる可能性が残っていたんだ。ですが本当にそんなことが。これもミサカのやつがマイクロ波で確かめたらしい。永遠に自己増殖を続けて世界を覆い尽くすんじゃなくて複雑化していく形に変えてる。適応したんだ。きっかけはあった。作戦だったんだよ。偶然絡みの奇跡なんかじゃない。死の恐怖は絶対で、でも成長や生存の引き金になる。これはサーティーンデスのやつも言っていたはず。木原家軍の野郎、一人で死んだあの男だけが全部理解していた。自分が一番初めに殺されて死の恐怖をお前たちに蔓延させた。黙っていたら本当に助からないって。だから変わるしかないってわざと追い詰めて、この状況でそれでも生きていく形を得るために。つまりミサカたちは助かる。形態が変わる以上脳波を発することはなくなる。だけど考える力が消えるわけじゃない。縮尺が変わるだけでお前たちはこの自由で広大な世界で生きられるし、むしろ一枚のコインに集まったリターン同士ではコミュニケーションを取ることもできるみたいだ。それは外には漏れない。つまりミサカネットワークに不具合を起こすこともない。電気は使わないみたいだしな。シスターズにも迷惑をかけない。だからみんな助かるんだ。この世界にいてもいいのですか、こんな反則を極めた存在なのに。俺たちが再び話をすることができるかどうかは確定してない。すぐそばにいたってお互い素通りしてしまうかも。人に微生物は見えないし、逆もそんな感じなんだろうからな。だけど確実に俺たちは同じ世界で生きていける。誰も死ぬ必要なんかないんだ。私も。ああ、私もここにいて大丈夫。ああ、もう誰にも異論なんか言わせない。お前たちは自分で自分の問題を解決したんだ。生きていけるんだよ、これからも。ありがとうっていうつもりでいたの。誰にとっても多足だったけど、でも表を歩いていっぱい遊べて嬉しかったって。もうそんな風に強がらなくてもいい。
形は違ってもこの世界で大手を振って生きていけるんだから。今はみんなが寄り添っている一枚のコイン、いつかはそれぞれ自由に旅立つんだろうけど、おっと、右手で触っても消えない確かな感触、存在感はある。やっぱり幻想なんかじゃなかったんだろ、お前たち木原家軍、一人で勝手に死にやがって。あの野郎、サーティーンですから恐怖のヒントを得ることで、あの悪女に善玉としての役割を与えるだけじゃない、リターンのみんなを助けることでシティマカーブルが自暴自棄に陥る理由まで消し去った。たった一手で本当に全部救ってるじゃねえか、あの野郎。結局いよいよ私で最後ってわけか。ああ、リターンを微生物みたいにしてみんなを生き残らせる、質量の増殖から複雑化に条件を移す、結局とんでもない話になってきたわけよ。俺たちが外から内部の話を読み取れる技術を作れるかははっきりしてない。だけどお前たちは確かにここに居続けられる、それだけは事実だ。それにしてもゲームセンターのコインねえ、あ、案外それ一人でに動き出す日が来るかもね。コックリさんみたいにこっちの内部から大きな外に向けてみんなでメッセージを書き残せるようにさ。これで終わりじゃない、細いけど私たちはまだ繋がれるわけよ。じゃあ結局やるならさっさとやらなくちゃね。恐怖のトリガー、まだ私には足りないみたいだし。フレンド、最後に付き合ってよ。第1位とか第3位とか、ああいう怪物の手で順当にやられておしまいっていうのはつまらないしさ。やっぱり最後に気分よく戦う相手くらいはこっちで選びたいわけよ。巻き込んじゃって申し訳ないけど。それでいいのか。結構魅力的な話だと思うよ。自分の価値に気づきなさいって。仮にどこかであんたに倒されていたら、そもそも道は違っていたのかなとか。だから暗い顔する必要ないんだって。お膳立ては木原家軍がしたかもしれない。最終的にはリターンって呼ばれる私たちが勝手に適応しただけかもしれない。でもそれは黙っているだけで確実にもらえる恩恵ってわけじゃない。結局あんたががむしゃらに抵抗してくれたからなんとか時間が間に合ったってことなんでしょ。眩しいよ、救いに決まっているじゃんそんなの。さあリクエストに答えてちょうだい。結局全力で思いっきりぶつかるってわけよ。何か、せめて何か、今ここで言い残すこととかないのか、誰かに伝えたいこととか。ゲームセンターのコイン、お前が言ったメッセージとか本当にできるかはまだ確定していないんだ。だからここで何か。そうね、フレメア、この浜面、絹畑、滝壺、麦野、そう、いや結局何もないかな。こうして事件は終わった。学園都市はそこにあって世界は変わらなかった。トーマ、大丈夫、リターンの人たちはどんな形になろうがひとまず無事だし、シティマカーブルとはケリをつけた、アンチスキルに預けたし、
もうあんな事件は起こらないと思う。生死の壁を越える怖さは骨身に染みたはず。町だって元通りだ。放っておけばみんな過去のものなんだろうな。イギリス正教送りではないということは、シティマカーブルとやらの正体は科学サイドか、ただ単純に作ったものが逃げ出したのか、あるいはこの小さな箱庭がどれだけの異常事態に耐えられるかの負荷実験だったのか。あの人間の場合どっちもありえるから読みにくいんだよな。ゴロゴロ、私はお腹が空いたんだよ。やばい、インデックスがいつも通りすぎる。くらえ、最後の非常食チョコバトーマ、結局何が起きていたの？分かっていることってあるの？死人の復活、リターンだけど、私の知識を総動員してもあんな現象は起こせないかも。分かっていること？多くの衝突があって、取り返しのつかない選択をたくさんして、それでも俺たちは生きているってことだろ。イギリス正教にいっそ？ふざけんな、ふざけんな。黙って従うかってな。そう。お前、てっきり機能停止したまま廃棄処分されると思っていたのに。なるほど、急にコンテナの檻から放り出されたのはこういう理由があったからなのね。何が起きた？生きてる人間は私に傷をつけられない、そのはずなのに、どうやって？リターンはもう使わないわ。彼らの尊厳は散々振り回した私が守る。何があっても。なら一体何が？いや、まさかてめえ。命を持たないのは私も同じだけど、だからこそできることがあるんだよ。こうしてあなたにとって致命的な切り札になりうる。そういう自分を誇ることができれば、あんなことはしなくても人の命を守れるはずなの。なんでこんな町のためにそこまでの凄まじい力があって、誰に従う理由もないだろうに、一体どうして？多くの衝突があって、取り返しのつかない選択をたくさんして、それでも私はこの町を守る。そんな自分になってみせる。